なんや、思ったより軽かったな。あっけなかったんちゃうか。その割に行き上がっとったやないか。俺かてゲロ吐きそうやったで。けどこれで全部しまいか。近江も東条会も泡と消えるわけやな。おお、せや。ほんならパーッと打ち上げでもどうや。うまいホルモンでもつつこうや。ご活躍の用心棒さんも一緒にな。悪いが遠慮する。少しくらいええやないか。もともと俺はお前が死んだなんて信じとらんかったで、キリュウちゃん。人違いだ。あんたとは初対面だよ。なんや、俺にまでこんなくだらん芝居に付き合い言うんか。無理に付き合ってもらう必要はねえ。俺がこっから帰りゃ済む話だ。わかったわかった。そしたらもうちょい芝居に付き合うてるわ。せやからまだ帰んなや。あ、何や。獅子堂、お前まだ。えらいさっきのこもった名刺取る。あいつは俺の客だ。まだ蹴りがついてなかったんだな。何や、お前しばらく身内に弱なったんか。それがあいつが強いかや。俺が生きとる限りお前らはこっから倒産。近江連合をぶっ壊す言うんやったらその前に俺を殺さな。もう終わりや獅子堂。見苦しいもうええ加減にせ。雑魚は引っ込んどけ。するの何やと。手負いの獣やな。もうなくすもんはないっちゅうわけや。おらぁ。ほう、やっとるんや真島。なるほどな。話さんかい。こんなもんかいな。見てみ、まだ死んどらんで。この俺も近江連合もせやろうが。こういうしぶといところがうちの強みやったな。渡瀬さん、その傷。親父、これは警察行く前にまた着替えなあかん。お前らいいか。ここでこいつらの弾取らな、極道はほんまにしまいや。たったこんだけ相手に本部潰されて、この先惨めに負け犬の烙印押されて生きるんか。俺らは最強の近江連合やろか。そうや。強さと恐怖が人を支配するんや。武道の意地見せたらんかい。クソ、あいつを黙らせねえと。いいんだ、気が済むまで言わせてやる。おい、まだ庭におるぜ。動けるやつみんな来い。裏
裏切り者ぶっ殺すんや。こいつらの裏切りは何年も前から始まっとったんや。ずっと裏に隠れながら糸引いとった。俺らを踊らせて高みの見物決め込んどったんや。そんな奴らに好き放題されてええんか。言い訳あるかい。解散届け。わしがケツ吹く神にしたれ。登場会のチンカスどもも殺したれ。邪魔するもんは皆殺しや。血の雨降らしたるわい。八幡さん盛り上がってきたな。だからこうなる前に黙らせようと。これでいい。は？全部吐き出させなきゃあいつらだって受け入れられやしねえよ。獅子堂も西谷も言ってみりゃ王道のヤクザだ。力を誇示して周りを操り、てめえの欲望と野心を満たすためには手段を選ばない。組織としての極道はああいうやつを便利に使ってきたはずだ。それを清算しようってんなら俺たちは真っ向から受け止めて叩き潰さなきゃなんねえ。引導を渡すってのはそういうことだ。今ここでそんな真似俺ら以外の誰にできる。用心棒の言う通りや。わしらはあいつら力でねじ伏せてなんぼ。せやろ堂島さん。これじゃまるで俺だけ臆病者だ。何言ってる。こいつは全部お前と渡瀬で始めたことだ。日本の二大極道に幕を引く臆病者がそんなの思いつけるかよ。わかりましたよ。ならこれが登場会最後の花火だ。
キリュウさん、あっちです。あいつが本部の方に蹴りつけようやないか。キリュウ、獅子だ、踊れる。また終わっとらんわい。行けや、キリュウ。こっちは俺らで十分や。雑魚は任せとけ。あいつはお前の客なんやろ。なら、お前の手で直接引導渡したれ。きっちり思い知らせてこいや。わかった。ここは頼んだぜ。初対面のあんたたち。相変わらず頑固やな。